休み？あ、そうなんだ。仕事中。なるほど。珍しい時間ですね。そうですね。でも一応そう、昼休み、そう、それを狙ってちょっとやってみたりしてます。助かります。本当、私が配信するだけで助かるの。お昼でよかった、起きてくれてありがとう。今日そう起きたよね。さすがに目覚ましかけてないけど、雨ばかりで困ります。雨降ってる？お散歩しようと思ってたんだけど。はい、48グループ1のイラジラ AKB48 チーム A の長野セリカです。よろしくお願いします。大阪降ってきたよ。マジ？梅雨は明けてないのかな、まだ。昨日か一昨日さあ、雷鳴ってた。もしかして離婚しようよっていうドラマに夢中すぎて、なんか外で鳴ってんなと思ったんですけど、あれ雷だったよね。宿題終わったのかな。終わってません。いや、昨日終わらせようと思ったんですけど、本当に難しくて、まだ残ってる半分ぐらい難しいなんか難しい、私にとってはね。締め切りっていうのがまあまだないんで、自分のできる時にあのどうぞっていう感じなんですよまさか締め切りありますかって聞いたら、いや、とりあえず今自分のできる範囲でみたいな感じだったんですけど、いやー、でもさすがに今日明日明後日までには送りたいなって思っている。でも、まあ、今日はその宿題ちゃんとやる、昨日も一昨日もちゃんとやったけどね、さすがにハイペースで進める。で、明日は公演ですよね。明日公演、チャケのお祝いします。ちょっと久しぶりな気がしてきた。そろそろね、ネイルも変えます。次もうすぐ帰るんですけど、帰ってコンサートの前にまたもう一回変えようと思ってて、そうなのでコンサートの時は8月は要はキラキラにしたいので、次はちょっと迷い中っていう感じ。もう梅雨も明けるから、この梅雨ネイルはもうおしまい。
お金めっちゃかかりそう。結構かかるよね。美容代っていうのはなかなか素晴らしいものです。洋服とかコスメも要は美容代に入るわけじゃないですか。それにプラスして美容室とか松葉とか眉毛整えてもらったりもするし、ネイルでしょ、まあ、他に私はまあそんぐらいだけど、他にやっぱなんだろうね、エステとか通ってる方もいらっしゃるだろうし、ジムとか言ってたらね、そのジム代もかかるだろうし、美容代がすごい。でも私はそんなにかかってる方ではない気もするけど、どうなんだろうね。平均が分かんないけど、まあちょうど私は平均ちょい上ぐらいな気はするんだけど、1ヶ月のお洋服代めっちゃ気になるね。お洋服はでもファンの方がなんか選んでくれた、あの劇場に送ってくださるプレゼントとかを、まあ私は結構着たりすることが多いんですけど、まあでもその他にもちろん自分でもめっちゃ買うから、月によって違うかも。お話し会めっちゃある月は結構買うんで、それを言い訳に。服好きなんで、服好きだからめちゃめちゃ買いたいのね、普通に考えて。だからお話し会あるからっていうのを理由に超可愛い服をゲットしがちで、お値段はまあまあ高いのも買うけど、そんな高いのにこだわりがあるっていうわけじゃないから、安くて可愛いのがあればもちろん安い方を選ぶしみたいな感じで、そう結構いろいろいろんなとこを見て買います。ファンのためにありがとう、イエイ、こちらこそ。だからお話し会とか洋服かわいいねって似合ってるよとか言ってもらえると、あこの服選んでよかったなって思うんで、この服っていうかそのために買った服なので、そう買ってよかったなって思いますね。グレールも見ます。ここのさ、このポコっていうさ寝癖気になんねんけど、これさっきからここの癖みたいな。まあいいや、グレイルも買えますし、でもグレイルは全身グレイルみたいな、全身買ったことはないんですけど、その T シャツとかそういう感じのを買う。いっぱい使いたいものは高くても買うんですけど、高いのでもあんま着なそうっていうのは安いところで買ったりもしますね。着回し効きそうなやつは高くても買うって感じでやりくりしてます。最近ほんとネットで買うこと多くて、ネットの方が在庫ある気がして、なんか店舗だとあんま、だからね、ネットで最近買います。ネットでしか買わないことはないんですけど、12時半か今。
13時になったら教えてください。そんな話したら洋服欲しくなったねえ。洋服、まあ夏は結局 T シャツデニムが一番楽だし、のとなった。私私難しい。冬は着込めるからめちゃめちゃおしゃれみたいな感じにできるけど、夏って露出すれば可愛いみたいな説あるじゃない。めっちゃスズメみたいな鳴いてるんだけど、外で聞こえる？聞こえないか。めっちゃ鳴いてんねんけど聞こえる癒されるね朝感ある。なんか自然で思い出したけど、なんかこの前テクテク散歩のロケで、まあほぼ大自然みたいな、ほぼっていうかもうめっちゃ大自然に行ったんですよ。あ、7月15日放送なのでお楽しみに。で、私って生粋のシティガールだから、あのやっぱその自然は誰でもだけど自然は癒されますなんですけれども、やっぱ虫などカエルとか、なんかそういう生き物とか見たことのない虫がめっちゃ多くて、いやすごいね、なんていうの、あのなんていうのかな、もうすごい素晴らしいんですけれども、もし将来田舎に住みたいかって聞かれたら、私は多分いいえって答えるなって思ったんですよ。でそれをねさよなと話してたので、あのさよなに、いやセリカは田舎無理やろってもうきっぱり言われたんで、あのやっぱそうやんなって言って、あのさよなはもう絶対もう田舎がいいみたいな感じなんですよ。結構みんな、みんなっていうか将来はやっぱ田舎で静かに暮らしたいなみたいな話をよく聞くので、そう確かにそれいいなって思うんだけど、私もそれに流されて、あ将来は田舎でまったり過ごすのもありだなって思ったんでしてるけど、でもなんか電車の本数少ないし車ないと無理やし、なんか不便なの、まあ慣れると思うけど、本当に育ちがもう育ちの都会だから、やっぱりね虫とかの免疫ついてないし、そう多分まだ私は免許持ってないからね、車を持てばあ全然行けるってなりそうだけどっていうところで、そう最近の私の考えは、あのほどほどに、都会すぎるのもまあしんどいっていうから、まあ普通に過ごしたいなって思いますね。
考えは変わるかもしれない。もしかしたら私半年後にもう私絶対将来田舎住みたいって言ってるかもしれない。っていうか今日めっちゃここのピンクすごくない？こんな分かりやすいことある？そんなこともないか。髪は染めてない。昨日の美容デーはまつげと眉毛です。じゃーん。まつげは早くて3週間に1回、遅くて1ヶ月半に1回行ってます。でもこの前ヤモリを見て、全然普通に東京でヤモリを見てうわっってなった。でヤモリはそんなに苦手ではないんですけど、びっくりしたよね。えっと思って、ちょっと距離取って歩かせてもらいましたけど、でも家の中に昔ヤモリいたことあったな。そういえばなんでって感じだけどどっから入ってきたのって感じだけど、そう、触るのは無理だね。本当に無理、無理っていうか虫からしても触んじゃねえよって感じかもしれないんですけど、まだちょっと虫の免疫がついてなくて、さすがにお触りはとんでもないです。虫からしても私が虫ちょっと苦手って言ってるけど、なんかその虫だっていやいや君たちに好かれる必要ないしって思って生きてるかもね。触られたら触んなって思ってるかもしれないよ。虫だって、虫だって家なんか入りたくないのになんか入ってしまって間違えてうわー閉じ込められたって思ってるかもしれないからね。私たち人間も虫見たらわーってびっくりするけど、虫が一番びっくりしてるかもしれないよね。だからお互い様みたいなとこありそうだよね、虫と人間って。虫好きな方はいるから、そう虫好きな人間に対して虫はなんかあなんか嬉しい、ちょっとファンさしてみようかなみたいな感じで思うかもしれないけど、私は結構虫苦手なんで、ちょっとねファンさももちろんいらないし、私だって虫に対してファンさしないしみたいな感じで、だから本当に近寄ってこないでほしい虫には。ということで、そういうことですね。
どうしよう、お話し会とかにもし来たら、うわちょっと考えただけで無理かも。サイン会に虫来たらもう本当に気まずすぎるかも。サイン書いて横にメッセージ書くときに、もうこっちに飛んでこないでくださいって書いとこうかな。それをお渡しして、じゃあねって言って、幕張でのお話し会でメンバー側のアクリル板に虫来てギャーってなって終わったよ、笑ってきてる。それはちょっと虫でわーってなってお時間ですってなったことってことですよね。それはちょっと残念だね。その虫ちょっとやめてよって感じだよね。ちょっとおもろ、すいません笑っちゃって面白い。今日は何のお話したの？今日何の話？まあ、まとめると、うーん、あれですね、私は将来都会か田舎かに住むってなったら都会を選ぶっていうお話と、それなんでかというと、まあ虫がいるからみたいな話ですね。私が虫に免疫なさすぎて本当に虫無理みたいな話をしてて、でもまあ虫からしても虫も人間のこと怖いってまあ思ってるだろうから、虫からしても別に嫌われるのありがた迷惑な話ですしみたいな、だから虫と人間はお互い様みたいなお話をして、でちょっとまとめ方っていうか分かんないですけど、なんですけど、そう、とにかく私は虫が無理って話と、あともしお話し会とかに虫が来たらもう来ないでねってサインに書くっていうお話をしました。本当に虫無理です。一番怖い生き物かもしれない。あ、美容の話をしましたね。美容代いくらなのみたいなお話で、まあそんなかか、まあかかってると思うけどそんなにかかってないよみたいなお話をしましたね。まあ大した話はしてないし、あと大事なこと忘れてたけど、今回も大丸東京さんとコラボさせていただくことになって、でなんか衣装展があったり、そのいろんな企画がある中で、私はその大丸東京さんにあるそのメルヘンさん、サンドイッチのお店とコラボメニューを出させていただくことになりました。パチパチパチ。そう、衣装展の申し込みも始まってるので、ぜひ、私もそう本当にスケジュールが合えば絶対に行きたいと思ってるので楽しみ。メルヘンさん知ってるよね、さすがに。知らないかな。私は結構好きで、そうフルーツサンドとかが主に多く売ってるんだけど、普通のエビカツサンドイッチみたいなのも売ってる。すごいサンドイッチのお店なんですけど、そことコラボメニュー出させていただくんですけれども、本当に打ち合わせとか何回かさせてもらって、そのマジで大満足のいくサンドイッチを作ることができましたので、本当に
食べてほしい。マジでお願い、マジで食べてほしい。本当に美味しいから。試食めっちゃして、サンドイッチの、こんなサンドイッチ食べたことないってぐらい試食して、美味しかったよ本当に。甘いんだろうね。甘いです、甘々。でもフルーツのおかげでちょうど良くなってます。マジでお楽しみに。フルーツですね、フルーツサンドです。もう私の大好きなフルーツ詰め込んだみたいな感じだから、めちゃめちゃ贅沢です。入れるの大変ですよって言われたぐらいだから、そのぐらい好きな感じのやつです。いや本当はね、あ、桜、桜どうですかって言ったんですけど、いやそれはちょっと季節がって言われて、桜だけはちょっとね却下になっちゃったんだけど、まあマジでお楽しみにしていてください。楽しみに。特別にね、特別っていうか、これまだ言わんとこうかこれちょっと今後いろいろ展開されていた時に話すことなくなるのも嫌なんで、ちょっと今度言いますいやと言ってもいいんですけど、いやそう今度言いますすいません、内緒っていうことじゃなくて今度言うから予告ね、うんあ、13時をお知らせします。ありがとう教えてくれて。じゃあ一旦ランキング読んでアフタートーク10分ぐらいして終わりますね。13位、まさのぶアットサンドイッチ楽しみにしてるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、ずーしみけんすうけアットせりちゃんピンクの洋服似合うねさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、けんきざきアットせりちゃんまつげ伸びたねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、通りすがりの宇宙人アットせりちゃん日焼け止め塗ってる？塗ってるよ。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、薄いイケテルトアットせりちゃん今日はこの後何するの？お散歩して宿題頑張ります。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、 AK アットせりちゃん明日の公演見るよさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、井上義弘アットせりちゃんの虫の話面白かったよさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、どれおやじアットせりちゃん今日の朝何飲んだの？麦芽コーヒーの豆乳飲みました。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、ヨッシーアット仕事中だけど見れてよかったさん、ありがとうございます。ありがとう仕事中に。4位、幻アットせりちゃんお話し会楽しみにしてるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、キティアット次のネイルも楽しみさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、ライオン丸アット
セリちゃん、なんか前髪伸びたね。さん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は、ケイチロー@サンドイッチ絶対買うよーさん、ありがとうございます。書いてないけど。はーい。今日もありがとうございます。ことごとく書いてないってきてます。ね。最近本当にマジで書いてないこと多くて何みたいな感じですけど、ありがとうございます。いやいや、全然謝らないでください。いいんです、いいんです。私が勝手に言ってるだけなんで本当に大丈夫。書かないのが礼儀だから。いや、書くのが礼儀でしょうよ。そうなの？これ書かないのが礼儀なの？いやいやいや、書くのが礼儀だからね。このここの配信ルームではよろしく。でも書いてないけど言いたそう。いや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 、書いてほしいなっていう願いを込めながら言ってんのよ、前に毎回ね。儀式かと思ってた音符って、あ、まあ儀式にはなって、儀式になってしまったんですよ。なんかアットマークの後ってその気持ちじゃない？例えばセリカアットマーク、今日なんか今日もおしゃれだねとか、そういうコメントってさあ、壇上にいたら絶対に読まれるわけだから、そういうメッセージを長いとも入りきらないけど、まあ、軽くどれだけ短くスマートにこう書けるかっていうのがね、あれでしょ。で、まあ書いてないなら私が付け足しちゃうよっていうことで言ってるわけですよ。はい。しばらく書いてないけど言うのやめてみたらどうでしょう。いや、書いてないけどって言うのやめてほしかったら書いたらいいんですよ、皆さんが。というところで、まあなぜか私の書いてないけどにちょっとハマりましたみたいな方もいらっしゃいますので、まあしょうがないよね。書いてなかったら私が書き足すよってお話でやらせていただいてます。書いて欲しかったんや。そう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 、そうよ、そうそうそう、伝わってなかったかな。書いて欲しいから遠回しに言ってたんですけど、本当は私への愛のコメントを書いて欲しいんですよ。そうそう、伝わってなかったよね。伝わってなかったか。そう、書いて欲しいの。はい。だから書かないのが礼儀じゃないのよ。そう、解決したね今ので。そう、今日暑い、暑いよね。今日雨降る？降るの嫌やな。
輪ゴム。輪ゴムに輪ゴムで画角作れる。あやとり、あやとり皆さん知ってました？こうやってワゴムあやとり。私昔本当にあやとりばっかりやってて、友達が外でめっちゃ遊んでる時、部屋の中で私はあやとりしてました。みんなさ、授業のチャイム、休み時間のチャイムなったらさ、すごい勢いで教室出て行ってさ、すごいグラウンドで鬼ごっこしてるんですけど、私はもう走る元気がなくてあやとりしてました。本読むと眠くなるんで、休み時間に朝は絶対読む時間があるから、本をなんか読書タイムみたいなのがあって、でも休み時間って何しようってなった時にあやとりいいですよね。まあね、日焼けしないように。だけどまあそれもね、この業界に入るまではさ全く気にしてなかったわけだからね。そうそう、すぐ外行くタイプですよね。いや結構みんなね走って出て行ってたよ。クラスの人数少なめだったから、私の時だからね、結構少なかった教室に残ってる人。でもね、小学校6年生の時は軽泥っていう遊びにめちゃめちゃハマって、泥系みたいなあるじゃない、あれが楽しすぎて休み時間も放課後もずーっとやってたね。早帰れって感じなんですけど、なんかその時はそれにめちゃめちゃハマってずっとやってた。アウトドアしてるね。確かにアウトドア、アウトドアは結構ロケでできるので、本当にお休みの日は全くアウトドアしないですなんか普通にお散歩でなんか海の方行ってみようかなとか、それこそねショッピングとかした時にね見たりとかはしますけど、やっぱねアクティブなアウトドアはあんましないな。してみたいけどね、プライベートで。やっぱお仕事でしかやってないね、まだ。なんやかんや、ね、この髪の毛でしょ、ぴょんぴょんなってんのよ。なんでこうやって寝てたんかな これでしょ、これ気になる。こっち向いとこ、ずっと見えないようにもう
唐突やけど。キャスターの角度、これでありがとうございました。そう、今日は平日だからね、皆さんお仕事があるよね、すいませんね、皆さんお仕事楽しんでください、一日一日楽しんで。疲れると思うけど、疲れた時は美味しいものたくさん食べて次の日に備えてください。休みです。じゃあ休み満喫してもらって、私は宿題します。じゃあ明日公演見てください。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。